どうも皆さん、こんにちは。はじめましての方は、はじめまして、直樹と申します。発狂移動の続き、実況プレイ続きやっていきたいんですけども、前回バッドエンドになってしまいましたので、これエンドが3つあるんですね。新エンドと通常エンドと、でこの間のバッドエンドと、で今回はちょっと新エンドに向かってやっていきたいなと考えています。というわけで、初めからちょっとやっていくので、最初の方は飛ばしていきたいと思います。前回と違うところですね。新エンドに行くところに向けて、やっていきたいと思います。では、一旦カットします。はい、一番最初のところです。ここは。で、鉄製チリトリを手に入れた。で、これ以外にもメモの中で、その時持っていたチリトリで穴を掘って脱出したんだと。で、なかった素手で穴を掘ることになってただろうということで、実はここ私、初見の時には、持ち物のこの鉄製チリトリを使っちゃったんですね。こういう形で。なんですけど、これをやってしまうと実は、もうこの段階新エンドに行けなくなってしまうので、こうなる前に実はやらなきゃいけないことがありました。実は手で掘るってことができるんですね。で、それがどうなるかっていうのをちょっと見せたいので、またちょっと一旦カットします。はい、というわけで、ここに来たんですけれども、こっから、ちょっと、壁に違和感を感じるということで、ここで、連打しなきゃいけないんですね、実は。で、ちょっとうるさいけど我慢してください。で、連打をすると、このような形で気合で穴を掘ってくれるので、そうすると、チリトリを持ったままという形になります。でもここでは使えないと。で、これが後々必要になってくるんですが、でその前に実はパーツ、動画の中で取り残していたところがあったので、それがどこかという話なのですが、実は2枚目これですね。これは全く触れずに通り過ぎてしまったんですが、実はこれが関係しています。で、そこのところに行くまで一旦カットしたいと思います。はい、というわけで、ここですね。来ました。で、前のパート通り取ってきたんですけれども、こっからですね、ちょっと違います。で、あそこ青くなっていたと思うんですね。形としてはここにすごい似ていたと思うんですけども、じゃあ一体何が違ったのかと言いますと、ここで色がついた後に、あ、やべ、操作ミスりました。ちょっと、じゃあ、で、こっからですね、どっちがいいかな？キーボードやった方がいいかな？で、ここで、そう、タイミング的にはギリギリなんですけど、これ今私が下に向かってるの分かりますかね。よいしょ。と、行きますと、ここですね。さっき青くなったのは、あいつらがゴールに襲ってくるタイミングです。で、そこで、下の方に行くと、ここでパーツが手に入ると。で、上に上がるとさっきと変わらないんですが、ここですね。はい。これの2枚目。青くなったのはまさにゴーレムが襲ってくるときに行くと、下に部屋がありますよということでした。で、これが最初取り残していたところですね。では、次のところに行くまで一旦カットしたいと思います。はい。というわけで、さっきのゴーレムのところを抜けてきた先ですね。この先上行くとバゲモンに食われるっていう仕様のところです。で、ここを普通に、すいません、これ普通に、道が細い大きいもの持ち込み禁止っていうことで、このアイテムですね。で、これ多分動画の中でもやったんですけど、そう、どうにかできないかってことで、ここで捨てちゃうと実はダメなので、仲間に、この子かな？にアイテムを壊してもらいます。で、そうすると通ってよしってことになるので、
で、この間なんか私が動画やった時、これ壊しちゃったみたいな話をしちゃったと思うんですけど、実はあれ正解でした、あれで。で、ここさっき化け物がいるんですが、このゴーレムですね。こいつを食わせます。そうすると、パーツが手に入ります。で、はい。ここですね。で、また次のところまで来るまでカットします。あ、でも、いけるかな？あ、そうですね。というわけで、飛ぶと。で、まあ、ここも飛んでいきますよと。まあ、ここら辺は特に死ぬ要素がないんですけど、まあ、こっからだと、これはちょっと無理かもってことなんで、行くと。で、こいつですね。そう、仲間の声が聞こえるということで、実はこいつにちりとりを渡します。そうすると、仲間の声が聞こえるということで、こっちの方に、まあ、こんな形で、いや、ちょっとはぐれちゃって参ったよ。さて、そうそう帰ろうか、みんな待ってるぞ、っていうことで、え？あんたたち帰り方知ってんの？ああ、みんなを待たせてしまったな。あんたは何者なの？行こうか。待ってよ。なんで無視するの？っていう形で、二人だけどっか行ってしまうと。まあ、イラッとしてますよね。怒らない、怒らない。そこで耐えてこそ大人だと。俺たちも早く仲間を見つけて、ここから出ようぜと。いうわけで、まあ降りてきたと。で、この先ですね。実は下に落ちるとこのパーツが手に入るという仕様になってます。で、3つ目のパーツが実はこの先にあります。で、小さな穴が開いてるって覗くと、小さな空間、つまりすぐ向こうに部屋があるようだということで、実は向こうの部屋のところにパーツがあります。で、どういくかなんですけど、ちょっと一応確認します。1、2、3か。2、3。で、行くと、まあこっち行くんですが、実はこれ今下に降りたと思うんですけども、ここですね。2階分だけ下に下がってるんですが、実はここら辺に行くと、はい。まあ、こう上がっていけるんですね、ジャンプ2箇所。そうするとさっき覗いたのが大体ここら辺か、ここら辺で、この下側に、部屋があるような、さっきの覗き穴があった場所なんですけども、ここに実はパーツがあったんですよ、と。へぇ、穴が他より小さいから乗っかれると。一つ分かるのはバグではないということだな。おい。はい、というわけで。めたい、めたい。はい、というわけで。で、こっからは、あれですね。こっからアクションが始まるので、一旦ここはカットしたいと思います。すいません、先ほどアクション行くところだったんですけれども、その前に一個、このところにあったの、あるので、そこを一旦やりたいと思います。で、これが一体何かというと、ここですね。で、これを取って、戻ってアクションをやるという形になるので、一旦そこまでやっちゃいたいと思います。はい、というわけで、アクションのところを抜けてきました。でも、ここら辺説明もいいんですけど、まあ、ここで実はね、ここで、まあ、ここら辺は説明は、まあ、動画と一緒なんでいいんですけども、で、ここから一人降りてきますよね。ここから。誰だっけ？名前。この、足の速いやつ。がいるんだけど、そう、アヤトだ。で、彼が飛んだ場所に実は、空間がありまして、まあ、彼が落ちてきたところですね。で、ここに実はパーツがありますよと。で、こっからなんですが、まあ、こっから先は、まあ、一緒なので、一旦、ここはカットしちゃおうかな。はい。というわけで、まあ、この中入っていくんですけども、まあ、ここら辺や、この先の部分では特に、違いはないので、一旦そこはカットしちゃいたいと思います。はい、というわけで、ここまで抜けてきました。で、
これですね、持ち物で、木の板を使うと、この上なんですが、まあ、こいつだといけないので、彼女ですね、青で行くと実は入れます。というわけで、パーツが手に入ると。で、まあ、取っていっちゃうともう戻れなくなりますよ、というわけなので、行くんですが、こっからですね、これ、実はお化けが出るところなんですが、実はお化けが出るところに、隙間があって、パーツが取れると。というわけで、こっからまた、あれになります。イベント通過。そうだよね。イベントになっていくのと、10個目は、多分動画の中でも撮ったやつなので、割愛していきたいと思います。なので、一旦カットします。はい。というわけで、ここまで戻ってきました。で、こっからですね。この小さなくぼみがあるというところからなんですけども、まあこの綺麗な石ですね。はめましょう。はめる、はめる、はめる、はめろ、はめろと、はめろと、はめろみたいな勢いで、まあ、はめるわけですが。まあそうするとこの隙間を切ると。ちなみにこの段階で実はまだ取れないというわけで悔しがってるんですが、彼女じゃないと入れないんで、入りますと。で、実はパーツが10個あるんですね。で、それぞれが実はパーツをはめていくと。というわけで全部をはめると、実はここですね、さっきまではめられなかったやつが綺麗な宝玉になるというわけで、というわけで、でもうすでにこっちの方で鍵は取ってきているので、あとはここの解除なんですが、まあここからは最後のエンドのところまで変わらないので、一旦そこまでカットしたいと思います。はい、というわけで、ああ、っていうことで、行き止まり。せっかくここまで来たのに、このままだとみんなやられちまう。やられる前にあの化け物をなんとかできねえのか、なんとかできればいいんだけどな。というわけで、これですね。今下にあるやつなんですが、これが、剣です。で、ただ、こっからがちょっと難しくて、剣を取ってから、実はここで実は新エンドと、通常エンドがあります。で、とりあえず、今回は、どうしようかな。皆さんには、新エンドの方を見せたいと思います。で、通常エンドの方は皆さん、各自で見てください。ただし、できるかどうかがわからないです。タイミングがうまく合えばですけど、はい。では、行きたいと思います。よいしょ。で、持ち物で、この綺麗な、鉱石、鉱玉を、実は、剣にはめられます。で、剣だけでも勝てるんですが、この鉱玉をはめることで新エンドになります。あー、間に合わない。これでぴったりあいつが合うところに行かないと剣が使えないので、そのタイミングが難しいんですが、そこができるところまでカットしたいと思います。はい、というわけで、やってきました。持ち物で一応剣です。これでまあこれでも食らえっていうことで倒すことができましたと。ふぅ。で、倒すとどうした？この先に糸があった。え、見る。先客がいた。え？見つかるなよ。というわけで、なんか怪しげな二人って、ごめんなさい。
びっくりした。すいません。はい。いや、そんな危ない内容でもなかったと思うぜ。と、井戸に突き落とされちゃいましたと。いやー。あら？あなたたち、いつかあそこにいたの？というわけで、ああ、見つかっちゃった。やばい、逃げるぞ。というわけで、逃げます。で、逃げようとしたんだけど、あれ？ここに道があったはずなのに。というわけで、さらに逃げると。そうすると、俺たちはわけもわからないまま走り続けた。しかし進めば進むほど、あたりは見たことのない暗く不気味な風景に包まれた。追ってくる相手を5人で取り押さえようかと思ったが、相手は刃物を持っているようだった。まあ、ナイフを持ってる相手に近づかない方がいいですね。まあ、うまく刃物を持っている右手を掴むことができれば、まあ、護身術的なものの類で多分いくつも相手からナイフとか刃物を取り上げる方法あるんですけど、まあ、ていうか、さっきから岩ぶっ壊してる、あいつだったら一撃 KO できんじゃねえかっていう気もするんですけど、まあいいや。はい。行き止まり。追い詰めたわ。あなたたち、どこから見てたの？あんまり見てない、あんまり何も見てないっす。真面目に答えなさいよ。ひ。やばい、やばい。ん？というわけで、そうだ、すべて思い出した。俺たちは井戸を見に行って、ちょうど二人が揉めているところを見てしまったんだ。で、女子が男子を井戸に落とした。どうやらあの井戸は落ちた人を化け物にしてしまう井戸だったらしい。それで落とされた男子は化け物になってしまった。落とされた男子は仕返しをするために地形変動を起こして、自分が作った空間に女子を追い込み、そして仕返した。やられたらやり返す。100倍返した。どっかで聞いたネタだよ。記憶が飛んでた原因は多分その時の衝撃がすごかったからだ。俺たちはその出来事に巻き込まれたってわけだ。その時、化け物の空間にいた人はみんなそこに置き去りにされた。時々見かけた幽霊の正体はきっと化け物に殴られた女子だろう。そこまでは分かったんだが、あのパーツ綺麗な攻撃は一体何だったんだろう。おい、起きろ。気づいたか？俺たち戻ってこられたみたいだぜ。こんなことになるなんて思わなかったわ。やっぱり夜空が言ってた通りにしてやめとけばよかったわ。あれ？夜空、そんなこと言ってたっけ？ビビってたのか？ビビってねえよ。俺たちが最後にあの化け物をやっつけたよな。それで戻ってきたんだ。俺たちが迷い込んだところは、あの化け物を作り出した空間なのかもしれないな。え？そうか、戻ってきたのか。ふふ。まだそこまでしか理解できてないみたいだな。なんか普通の井戸みたいだし、そろそろ帰ろうぜ。そうだね、お疲れ様でした。説明オッツ。何の話だ？というわけで、戻ってきました。で、結局昨日はその後にどこ行ってきたんだい？へへ。心霊スポットの井戸に行ってきたぜ。おお、勇気あるね。そこに何かあったかい？いや、特に何もなかったんだけどよ。まあ、心霊スポットなんて大体そんなもんだよね。いや、それでも収穫あったぜ。え？なになに？ああいう心霊スポットと呼ばれるところには近づかない方がいい。なんだそれ。昨日会ったことは誰も話そうとしなかった。話しても誰も信じてくれないだろうし、思い出したくないからだ。あれ？あそこにいるのは昨日井戸に落とされた人では。ああ、そうか。
あの男子は落とされて化け物になっただけ。死んでなかったんだ。綺麗な光極には化け物を元に戻す効果があったのかもしれない。彼は化け物になったことを覚えているのだろうか。俺たちと同じで覚えてるけど話さないだけなのかもしれない。というわけで、八強移動、新エンドの方の、エンディングに来ました。エントロール飛ばせません。ここら辺は変わらないですね。というわけで、八強移動、もう一つ通常のエンドもあることはあるんですけども、まあそこは、まあ、皆さんの好き好きで、まあ、おのおのやってくださいということにしたいと思います。まあね、ひょっとしたらここまで流れて、ごめんなさい、部屋の、なんだこれ、ガスファンヒーター、ガスじゃないか、普通の石油ファンヒーターがピーピカピーピカ言ってしまいました。ごめんなさい。というわけで、まあどうにかクリアすることができました。そうですね、もうなんか同じような場所クリアしたりとか結構めんどくさかったんですけど、まあとりあえずここまで来ることができてよかったです。まあすごいようですが、あともう一つ通常のエンドもあると思います。でまあそれは各地で見てください。でまあセーブドエンド、被害者救済という形の、エンドです。最後までへこたずにファイストしてくれてありがとう。俺嬉しいよ。というわけで、これで、終わりにしたいと思います。まあ、仲間たち全員勢揃いって感じですね。こういう形で。っていう形になりました。まあ、セーブしましょうか。はい、というわけで、まあ、ここら辺はいいかな。化け物と呼ばれています。このキャラのモデルはいません。当たり前だな。いませんよ。うん。ゲーム最初の謎の動きを追った高校生は彼女のことです。という形で、化け物にあれだけボコボコにされて死ななかった。生命力強すぎて怖いと。で、出てこないよね。多分彼が多分落とされた子かな。なるほど。本来なら夜空と2トップというキャラですが、残念ながらエンディングにしか出てこないようですということでしたね。まあこれもフランクフルト的ないなんだって感じですけど、まあこういう形で、終わりになりました。っていう形ですね。というわけで、ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。これで、発狂移動実況終了したいと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。